僕の記憶が激しくフラッシュバックする。まさかあの人が犯人だったのか。拳が怒りで震えた。やるせない思いが胸の中に広がっていく。僕の名前はゲタ・ハナオ。この度はお疲れ様でございます。個人との最後のお別れに立ち会う火葬場職員だ。火葬場に勤務しているので毎日様々な別れに立ち会っている。しかし親父ほどの長生きも珍しい。本当に葬儀が終わったらこっちがくたばりそうだよ。天寿を全うし笑顔で見送られる人。生後間もなく失われた小さな命。残らなかったんですね。仕方ないわよ。あまりにも小さいと火葬後に遺骨が残らないこともある。できる限り手は尽くすが何ともやるせない。人の命はいつか途絶える。それがいつなのかは誰にもわからない。そしてどのような最後を迎えるのかも。悲しみの大きさを測ることはできないが、一つわかることがある。予期せぬ別れには深い悲しみが伴うということだ。その日は朝から雨だった。やみそうにないね。ホール掃除をしっかりしないとですね。そうだね。火葬場を訪れる方が気持ちよく過ごせるように、僕らはいつもより一段と掃除に力を注いだ。そして迎えたご遺族は、山口さん、しっかり。よろしくお願いします。雨が降りしきる中、深い悲しみを携えて火葬場にやってきた。遺影は若い女性。もしの男性は個人の父親だろうか。なんでうちの娘が、どうして。もう最後なんだからしっかりしろ。ひどく取り乱した女性。まだ心の準備ができていないのだろう。これはきっと深い事情があるに違いない。そう思った時、ゲタさん、ちょっと。はい。葬儀屋さんがそっと僕に耳打ちした。葬儀屋さんからの申し送りはとても重要だ。個人の方まだはっきりしていないのですが、事件のようなんです。僕は驚きを隠しきれなかった。かろうじて言葉だけはぐっと飲み込む。言葉は濁しているが、僕は察した。個人の死は人為的な力によるものだと。だから何卒お願いします。わかりました。僕は努めて冷静に返事をした。ここで僕が心を乱してはいけない。平静を装い、僕は改めてご遺族を眺めた。そのような事情が終わりなら、悲しみと憤りでいっぱいなのだろう。僕はご遺族の胸の内を思ったと同時に、ある思いが頭をもたげた。僕の家系は代々警察官だ。その父から聞いたことがある。殺人っていうのはな、3割は親族や身内、6割が顔見知りの犯行なんだとよ。そうなの？でも無差別殺人とかあるじゃない。そういうのは残りの1割に過ぎない。人の縁は大切だ。ただ一歩間違えると縁になり、恨みを買うことにもなる。お前も気をつけることだ。ほーん。何気なく聞いていた父の言葉が蘇る。3割は身内、6割は顔見知り。いけない。僕は思考を断ち切った。こちらで最後のお別れになります。ご焼香にお進みください。はい。今は個人とのお別れの時間。僕が考えるべきはご遺族へのケアだ。母親とおぼしき女性は家の前で立ち止まった。お線香しましょう。良太郎くん、先に。はい。その場で泣き崩れる。あまりにいたたまれなかった。いいのか、最後なんだぞ。ほら、手を貸しますから。言葉にならないとはこのことだ。胸の内に迫る思いが強すぎて、とても直視できない。僕は待った。このような場面ではできる限りご遺族に時間を委ねる。いい、もう終わりにしよう。もしの男性がそうつぶやいて僕に頭を下げた。僕も黙礼を返す。刻限だ。僕は時計を確認して最後の言葉を告げた。それではこれより個人様は火葬炉へ入ります。皆様お見送りをお願いいたします。その場にいた全員の視線が棺に注がれた。火葬炉へ。その扉が閉ざされれば肉体は失われる。ああ、行かないで、行かないで。今生の別れ。魂の叫びを上げ続けるご遺族に、僕ができることは黙礼を捧げることだけだ。ご遺族に寄り添うこと、それが僕らの仕事なのだが、それすら叶わない。どうか安らかに、安らかにと願うのがこんなにも苦しい。肉体から解き放たれた魂はどこへ行くのだろう。生きた記憶、無念の思い、それらはいつまで残るものなのか。感傷的になってはいけない。ただこの日だけは炎を見続けるのが苦しかった。火葬が終わり、お骨上げへ。生前と同じお姿になるよう、足元から順にお願いいたします。言葉だけが虚しく響く。もしの男性だけがせわしなく箸を動かし続けていた。すべてを終え、ご遺族は火葬場を後にした。雨、夜まで続くんですかね。
お、下駄さん？あ、ごめん。あの場にいた誰も悪くない。もし個人が犯罪の被害に遭ったというなら、遺族も全員被害者だ。誰も悪くない。それなのに、あれほどまでの苦しみを負わなければならないのだ。人が人を殺めるなどあってはならない。一夜明ければ、僕はまた別なご遺族と向き合う。この度は、お疲れ様でございます。人が生き続ける限り、火葬炉は火を灯し続ける。その繰り返しだ。記憶に深く残ったあの日から1ヶ月。続いてのニュースです。女性が車内で死亡していた事件ですが、殺人の容疑で被害者の夫が逮捕されました。そして画面が切り替わったそこには、1ヶ月前のあの男性の写真が映し出された。まさか、ゲタさん？衝撃で背中に汗が伝う。拳は怒りで震えた。にわかに現実のものとは思えないニュース。なんでこんなひどい人と結婚したんでしょうね。市松くんの言葉も僕の耳には入ってこない。私はあの時の母親の慟哭を思い出した。僕は込み上げるものを必死でこらえた。身内が3割。それはどうやら本当に現実のようだ。許せない。人を殺めることの罪の重さ。遺族が追い続けなければいけない苦しみ。人を殺めてはいけない。何があった